はい、皆さんこんにちは、ヒロです。今日はですね、速度計、いろんな種類の速度計がありますけど、速度計の方をね、ちょっといじってみたいと思いますよ。まあ、まずね、速度計の種類といいましても、まあ、ここにはちょっと今ないですけど、 ATG がね、小回りにこうついてるものだとか、まあ、いろんな種類があるんですけど、大きく分けてこのバックライトで後ろから照らす EL 板がついているこのタイプと、あと上からね、この電気で照らしてくれるもののタイプに分かれていると思います。速度の方もね、同じ角度でも120キロまでのものと、特急の車両なんかはね、160キロまで出せるものなんかはあります。あとね、昔のゼロ系新幹線なんかだとね、こうなんか横向きにバーがこうスライドする、こういう風にスライドするタイプのものなんかもあったりします。はい、じゃあ今日はね、何をするかと言いますと、まずこの速度計の方を少し見ていって、それでですね、ちょっと模型の電車を走らせてこの速度計触れるようにしてみようと思います。じゃあどれを使おうかな。これ使ってみようかな。これは、EC1K1 ってね、あの検測車のやつだね。検測車の速度計を使って今日は解析をしていこうと思います。はい、それではですね、この速度計の方をちょっと見ていきたいと思います。まずこれね、まあ、本当はここにマイナスドライバーが入れて、あのくるくる回すことによってこのゼロ点を調整したりすることができるんですけど、これはもう検査した時点でね、ゼロ調をしてあるので、もうこれを勝手に誰か違う人、例えば乗務員だったり違う人がこう調整できないように、こういう風にしまっています。で、今回よく見てほしいところはここ、DC6.5mA、 DC6.5mA と書いてありますね。これを覚えておいてくださいね、皆さん。で、これを何に使うかっていうと、これで後で、計算します。どのくらいの抵抗をつないだらいいのかっていうのと、何ボルトで速度計を120キロまで回すのかっていうのを、これを元に計算していこうと思います。まあ、あとは ね、今回は特に性能と書いてないですけど、一応電気のこういったメーターとか計値なんていうものはね、結構まあ規格が決まっているので、そうですね、書いてあることが全部一緒になっています。だから普通に市販で売っている工業用のこういったメーターなんかも、使うことができたりします。まあ、あとこの文字盤なんかをね、どうするかっていう問題もあるけど、それはまあ皆さんおのおのうまいことやってもらえればと思っています。はい、じゃあ次裏を見ましょう。裏ね、まずこの見えるかな、ここにこうプラスって書いてありますね。プラス書いてある方に、プラスを、まあ、当然ながらプラスを差し込みます。でマイナスって書いてある方がマイナスになります。 EL ね、ここはあの電気の方の動画で説明している交流の 100V、 AC100V の 60Hz をつなぐことによって、この EL 板が、光るようになっています。後ろからね、緑色でこう照らすように光るものが、この電源になっています。結構ね、運転台作ってる人なんかだと、前照灯のスイッチを連動させたり工夫してる人いるようなんですけど、実際の電車なんか見てるとね、もともとなんかこれはつきっぱなしになっていて、EL 板の NFB なんかで、設置できるようになっています。で、まあね、議定になっていることが多いので、中間運転台で車掌さんが乗っているところでもこれはつきっぱなしになっていることが多いというふうになっています。まあもちろん昼間もつきっぱなしで走っているということですよね、これは。はい、じゃあですね、この配線の方をしていこうと思います。はい、それでは簡易的な配線になりますが、 EL 灯をつけるために、まず二のみスクリップでね、これをつないでコンセントと単純につないでいます。じゃあね、これこのまま今から単純にコンセントつなぐので、どうなるかちょっと電気を消しますので見ていてください。ついてるの分かりますね。はい、こんな風につけることができます。これね、明るさは本当は 60Hz で、広が住んでるのは関東なんで、50Hz になっています。だから関西の方でやるともう少し明るくなるんじゃないかなっていう風に思います。はい、じゃあ次は模型の方をですね、模型の運転台で使えるように組んでいこうと思います。はい、次にですね、速度計の内部抵抗を測っていこうと思います。
でまた今回もテスター使うんですけど、テスターのこの針は黒い方からプラスの電流が流れています。なのでプラスの方に黒いのを足して、マイナスの方に赤を足します。これねほぼほぼゼロですね。まあね、レンジは1倍にしているんですけど、ほぼほぼゼロです。なんで今回はね、速度計の内部抵抗はちょっと無視して計算をしようと考えています。はい、それではねこんな式ができました。これオームの法則ですね。別になんてことない式ですね。ではこの中に式に入れていきましょう。まずですね、電圧は 12V で使うので12で、これが先ほどね速度計の下に書いてあったこの数字ですね、6.5mA。 6.5mA は 0.0065A になるので、このような計算になります。そうするとね 1.846A、 アンペアじゃないですね、 1.846Ohm の抵抗をつな、げば一応 12V までのね模型の運転には使えるというふうになっています。まあ厳密にね1846Ohmっていうものはないので、まあこれは2キロオームを使いましょう今回は。はい、でね、速度計全部が全部全く同じ内部抵抗とかね同じ風な、電流になっているわけではないので、一応ねちゃんと確認してもらって、もし分かんない場合は、この式に当てはめて計算してください。もし何かありましても、ヒロは責任を負いませんので、どうしても分からなければコメント欄で質問をお願いいたします。では繋いでいきましょう。はい、それではですね、配線を今してきたんですけど、単純にねこれ今タイミングチクリップでつまんでるだけなんですが、これ2キロオームの抵抗を、プラスの側に直接繋いでいます。でマイナスの方はこの黒いタイミングチクリップですね、これ繋いでいます。はい、ではですね、ここに電線を持ってきたので、レールに繋いでみましょう。で、ね、今回はね、じゃあちなみに何キロ出てるかっていうのを測るために、先ほどのテスターも後で一緒につないで見てみようと思います。では、機関車を走らせたいと思います。速度計の針が測りますね。機関車は動きましたね。だいたいこのくらいで40キロってことですね。じゃあね、ちょっと機関車には今一回どいてもらって、これからこの速度計と電圧計、テスターのね、今レンジは 12V 用になっているので、 12V になっているので、実際に何 V で何キロまで振れるかっていうのを試していこうと思います。これ参考になると思います。はい、じゃあまず今 2V、 2V で約20キロですね。20キロ、 4V で40キロいかないぐらいか、38キロぐらい、6ボルトで60キロいかないぐらいですね。まあちょっとずつ実際よりも、まあ本当はね、1846Ohmにするところを2キロオームで、してしまっているので、まあこの差がね少しあるのかなと思います。だからほぼほぼね、こう電圧計の代わりにして使うっていうこともできるんじゃないかなっていう風な作りになっています。 10V にするとちょうど90キロぐらいになりますね。このくらいの差が生まれてくると思います。はい、ではですね、今日のおさらいになります。この速度計ね、速度計を動かすためには、必要なものはまず速度計本体と抵抗器、あとこれね、ダイオードブリッジ、これがあると、電気がどちらの方向に、列車の進行方向がどちらの方向になっていても、速度計は同じ風に針を刺すという風になっています。これね、前回の電気の 100V 回路、 100V を作ってみたっていう動画もありますので、そちらの方を参照してもらえればと思います。まあ簡単に説明をすると、これね、ダイオードね、半導体片一方にしか電気を流さない、電池の向きを決めるものなんですけど、これがまあプラス、どっちに流れてきてもプラスにしか出ない、どっちに流れてきてもマイナスからしか入れないようなものになっていますので、これが一つ掴んであるとね、列車をどっちの方向に走らせても速度計は一定の方に同じ風に針を振るというものになっています。はい、で 12V 今日はね、実験は 12V でやりました。
でですね、速度計のメーターは DC6.5mAのものを使っています。でこれはねオームの法則の式なんですけど、これ参考にしてください。もしねお持ちの速度計の中の電流が違う場合なんかは、12を V のところに入れていただいて、で電流のところがこの速度計のね下に書いてある、ここに書いてある DC6.5mAの部分が、こちらになります。そうするとね、あとは簡単に分数してもらうと、おのずとこちらに必要な抵抗が出るのでここに入れてもらうと、そうすると、ご自宅で模型で走らせることができると思います。あとね速度計ちょっと変わったもので機械式っていうものがあります。機械式の速度計っていうのはね、あの電気でこう制御するわけじゃないので、ちょっと機械式の速度計をお持ちの方、 SL の部品とかね、あの昔々の101系電車とか下駄電なんかで使ってるみたいなものなんかはね、あのそういう部品がたまに出ていますので、そういうものはちょっとこれのやり方では使えないのでご了承ください。はい、それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。以上、ヒロでした。